西向き天神社は、東京都新宿区新宿にある神社である。1228年に、戸賀のお妙へ商人が創建したと伝えられ、社殿が西を向いているため西向き天神と呼ばれる。旧、東大久保村神社、新宿の女歌謡碑。1999年に、石坂正雄の作詞家生活30周年にあたって、富士稽子のデビュー曲、新宿の女の歌碑が建てられた。 火碑の背面には混流の由来として、昭和44年9月25日、新宿の女でこの西向き天神社より二人の若者が旅立っていき、石坂正夫と藤恵子の名は時代を刻み伝説として語られるようになった。心聖者と記されている。天神社に隣接する元別当時の梅松山大聖院の一角に、ベニザラの墓と中世のいたびがある。 案内標識版には、大田道館の死後、ベニザラは二になって、大久保に世を立て、死後その地に葬られたと記されている。ベニザラは、大田道館の逸話に登場する少女。急な雨で雨具を求めた、大田道館に対して、山吹の花を差し出したと言われている。貧しく身のすら差し出せなかった少女の行為は、古家、七十八十花は咲くけども山吹の実の、 一つだにな傷を踏まえたとのことで、それに気づかなかった同感は、自分を恥じて稼働に精進するようになった。ありがとうございます。